ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は黒井木戸治カゼル・マーチンについて触れてまいります。キューバにほど近い西インド諸島バハマで生まれ育ったカゼル・マーチンはプロレスの盛んなアメリカやプエルトリコではなくヨーロッパに渡りキャッチを学びます。その後ドイツを中心に活動したマーチンはハノーバートーナメントの常連となり大仁田敦とも対戦経験があります。日本には1983年新日本プロレスビッグファイトシリーズ第2弾に初来日、タイガーマスクや木戸治と熱戦を演じています。1985年 UWF に2度目の来日を果たしマッハ・ハヤトの引退試合の相手を務めました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は黒井木戸治カゼル・マーチンについて触れてまいりました。